渡りガニ科のメガロパ地中海緑ガニのメガロッパと、ゾエアメガロッパは、節足動物門甲角ツナ10脚目のうち、カニ類の後期養成のことで、甲角類の養成期の第3段階にあたる。メガロッパ養成、メガローパ、メガロッパとも言う。メガロッパは一般に、体長は2から5ミリメートルであるが、岩ガニ科では1センチメートルを超えるものも見られる。また、小人ガニのメガロッパは、 足を広げると2センチメートルほどの大きさになる。付属詞は、生体同様で、ゾエア養成と違って、すでにに差型ではなくなっているが、腹部がまだ後方に伸びたままである。メガロパは、頭部、胸部の付属詞の他に、遊泳用に発達した第1から第5の嵐があり、その嵐の一部あるいは全部を使って遊泳する。また、ハサミ足と、不足で物につかまることができるほか、 歩き回ることや、ハサミで餌をちぎることも可能である。沖合に浮かぶ流れも破いのほか、低地毛のロープなどで大量に見つかることがある。ゾヤーが種ごとにほぼ一定の2から5回の脱皮を繰り返すことで、メガロパとなる。メガロパが脱皮を繰り返した後、適当な場所にたどり着くと、脱皮して血が荷になる。ありがとうございます。